2015年2月27日、新聞新報は、記事、中国人男性、日本で20万元費やし、開幕リツアー、コンテナと共に帰国を掲載した。ちょっと荷物が多いから、手伝いに空港まで来てほしい。日本旅行中の友人に頼まれて、空港に出向いた助さんは、肝を潰した。その荷物の量は、ちょっとどころじゃない多さだったからだ。テレビ3台。 エアコン2から3台、AV 機器、冷蔵庫、キッチン用品、空気清浄機、それに話題の便座などなど。なんと、航空コンテナ一つを借り切ったのだとか。軽トラックか、ミニバンでもなければ、とても運べない。友人は、最近、家を買ったばかり。日本の電気製品一式を揃えたかったのだとか。日本での買い物代は、 10万円約191万円ちょっとそれに輸送費を足すと20万円約380万円近い出費となったがそれでも助産は割に合うと考えているとのこと中国で日本製品を買うよりも安いし品質も間違いないと説明したという